抜く、いや、熱っ、いやいや、熱っ、いちいち騒がないでください。火山の火口で冷静な方がおかしいわい。吹き上がってくる地脈の流れを感じる。ここが地脈油田だ。おかしいぞ、メルキオールがいない。しぐれまで食らったか、最下の剣手。だがタイマシでも四聖主の煮えたりうる魂はシグレ、オスカ、テレサ、あとはわしくらいであろう。上からだ、やつは山頂か。三つの煮えでは三聖主しか目覚めず、カノヌシの力を封じることはできん。のみならず、一角を欠いた治水花粉は火口を巻き込んで暴発するだろう。四聖主を同時に覚醒させたくば、わしの魂を奪いに来るがいい。どう思う、マギル。罠じゃな。メルキオールが得意とする攻撃は氷。ここでは地の利がないゆえ誘導したいんじゃろう。だが、あいつは長い間、聖主の復活を企んできた大魔師だ。そう。故に、すべて偽りと決めつけるのも危険じゃ。今更だけど、マギル、あんたはメルキオルの身内なのね。まったくもって今更じゃな。昔のわしの名は、マギラニカ・ルー・メイビン。メルキオルの養女で破門された元弟子じゃよ。マギラニカ、はっ、血盤の特等大魔師。名を残しておったか。10年も前に破門したくせに。お前結構すごいやつだったんだな。別にすごくはない。ベルベットとアルトリウスの関係と似たようなものじゃ。オンモ、オンモ、の。ベルベット、信じてくれとは言わん。じゃが、わしはあやつと決着を。どうでもいいわ、魔女の事情なんて。あたしは頂上に行く。いつも通り勝手にね。うむ、わしも勝手についてくぞ。いつも通りにな。